やあ、面白くん。まだ言ってんすかそれ。ああ、ごめんごめん。どうしても口から出ちゃってね。まあ、いいっすけど。関東大会では対戦できなくて残念だったね。都大会の借りを返すつもりだったのに。そいつは俺も同じっすよ。まあ、全国で当たるといいっすね。全国は競合が多いからな。俺たちと当たる前に負けないでくれよ。言ってくれますね。そっちこそ大口叩いて、一回戦負けなんてよしてくださいよ。大丈夫大丈夫。俺のラッキーは伊達じゃないって。戦国さんラッキーラッキー言ってますけど、実際は実力っしょ。え？この前の対戦で分かったっすよ。戦国さん、見た目は軽そうだけど、人一倍努力してるって。ああ、男に褒められてもあんまり嬉しくないな。それに、そういう君だってかなり頑張ってるだろ？ジャックナイフなんて高等技術、一朝一夕にできるもんじゃないよ。まあ、そうっすけど。確かに男に褒められてもあんまり嬉しくないっすね。だろう？彼女がいれば彼女に褒めてもらえていいんだけどね。そうっすね。へえ。びっくりした。君か。いや、あの学校、可愛い子が多いよね。大丈夫。今は君だけを見ているから。本当だって。ほら、この目を見てごらん。うん。いや、君が眩しすぎて。ね、今度こそ OK してくれるよね。日曜日のデート。いやだなぁ。そんなことあるわけないよ。俺には君だけなんだから。そんなことないよ。え、どこどこ？あ、かわされた。手ごわいなぁ。手塚くん、久しぶりだね。肩の調子はどうだい？問題ない。それよりも、山吹も全国への切符を手にしたそうだな。うん、超ラッキーだったよ。な、何？俺、なんか変なこと言ったかい？いや、ラッキーではなく、たゆまぬ努力の結果だろ。え、あ、君に言われると、なんか照れくさいね。事実だろ。あ、いや、まあ。あ、なんだ、近くにいるんだったら声かけてくれればいいのに。あ、こちら声楽テニス部部長の手塚くん。いや、俺を呼びに来たんでしょ。さ、行こうか。じゃあな、戦国。それじゃ。いいっていいって、君が来てくれて助かった。手塚くんのこと？うん、そんなことないよ。うん。ああ、ほら。あ、阿久津だ。おーい。
や、町に買い出しに行くんだけど、ついてきてくれる？うん、それじゃあ行こうか。もんじゃ焼きの剥がしと具材を買いにね。桜エビに揚げ玉、キャベツにイカかな。練習用にね。あと、今回は明太子とお餅も買ってこようと思うんだ。そうそう、いろんなトッピングを楽しめるのがもんじゃ焼きだからね。本番で使うキャベツは業者が届けてくれるんだよね。他に何か必要なものはあるかな？なんだい？あれ？まだ残ってたよね？それじゃあそれも買ってこようか。どうかな？今回のお味は。美味しいです。ははん、ダン君はいつもそれだね。どれ、俺も。いいよこのソース。いろんな味が混じり合って複雑な味に仕上がってるよ。このソースを使えばうちのもんじゃはいい線いけそうだね。や、今から帰るところだよね。ラッキー、俺もなんだよ。どう、よかったら駅まで一緒に帰らない？ラッキー、いやー嬉しいな。二人で帰れるなんてラッキーだな。もちろんだよ。もちろん。それじゃあ行こう。